I think you will understand. Tomorrow I will miss you. All my loving to you. Send all my loving to you. Kiss FM がお送りしているバンデーズ What's Going On。今回はですね、神戸の大崎にありますエリコ鍼灸治療室に来ております。そしてですね、お話を伺ったのは、奥津エリコ先生です。よろしくお願いします。今回ですね、僕は実はですね、エリザベス・キューブラ・ロスさんにとってもこの半年ぐらい興味があったんですが、日本で誰かこのキューブラ・ロスさんとこう仲良くしてた人とか直接会った人いないかなって言ってたら、思っていたら、神戸にですね、キューブラ・ロスさんの娘さんと言われた人がいるよということで知ってやってきたんですけど、それが奥津恵理子先生なんですね。ありがとうございます。でこのビデオでもね、はい、直接触れて感じたキューブラ・ロス先生って、まあ、我々天使のように思ってるんですが、はい、実際はどんな方だったんでしょうか。そうですね、確かにたくさんの活動をしまして、はい、ターミナルの方たちを見取ったりっていうふうに、はい、素晴らしい方だったんですけれども、はい、日常ではですね、はい、相当わがままで。わがままなんですか。はい、人間臭い人でした食べ物にも人の好き嫌いもありましたし、はい、実はですね、まあこれ日本だけじゃなくて世界的にキューブラ・ロスさんって言ったらこうマザ・テレサさんと並ぶような、はい、なんかこう成人的なイメージ、もう本当に死にゆく人になんとか安らぎようということで、でも2万人ぐらいこう、はい、見取られて、ね、もう本当にこうターミナルケアとか医療の世界を変えたと言われてるんですが、実はそうじゃないんだということなんですね、うん、そうじゃないですね。確かにマザーテレサと仲良しだった、うん、そうですね、はい、マザーテレサがエリザベス・キューブラ・ロスを一番尊敬するとおっしゃっていたそうですけれども、はい、エリザベス実際はですね、本当に可愛らしい少女みたいな、はい、わがままを言うし、お土産買いに行きたいだとか、うん、そんな風な可愛らしい人でしたし、人間臭い人でした。僕がキューブラ・ロスさんのことについて、はい、偉い人だっていう名前は知ってたんですが、はい、知りたいと思ったのは、まあ、テレビの NHK のドキュメンタリーを見て、はい、晩年がとっても大変だった。そ, ね、その時に、僕はテレビで受けた印象でいきますね、うん、キューブラ・ロスさんってもう人に尽くして尽くして生きてきたけど、ね、最後は自分が愛されるためのレッスンの9年間だった、はい、これすごいメッセージじゃないかな。 すごいと思いますね。これその晩年もご存知ですよね、はい、そうですね、一度お見舞いに行きまして、亡くなる2ヶ月前だったんですけども。あ、そうなんですか。見舞いに行った時にはグループホームにいました。はい、たくさんの方たちのケアを受けて、はい、そして、亡くなっていったわけなんですけれども、はい、そのことを受け入れるということが最後の彼女のレッスンになったようですね。愛する、世話をする、はい、それはドゥイングです、はい、それをやることをやることをやってたら今度それを受ける側になるっていうのはなかなか大変なんでしょうか。どうなんでしょうね。慣れていなかったっていうこともあるんでしょうし、はい、これまでずっと愛を与え続けて与える与える与えるできた彼女ですので、はい、おそらくそんなこと想像もしなかったんじゃないかなと思います、はい、だけれども彼女にとってはそれがその意味があったっていうことになるんでしょうね。愛されるレッスンを9年間、はい、愛を受け取るなんですね。これね、愛ってね、このエネルギーだから回るわけですが、出すということは自分の意思である程度できるんですけど、はい、受け取るはもうビーイングですもんね。はい、そうですね。戸惑っておられたのではないかなと思います、うん、ですけども、その彼女があんな、体が不自由になったということも何か自分の、うん、残されたレッスンがあるのだなということで考えていたみたいですね。愛を受け取るっていうことについていろいろと考えたみたいです。なんかまあ、テレビで見た限りはね、自分を愛するなんてとんでもないと思っていました、はい、でも自分を愛することが実はこの世に生を受けた一番の感謝なんですもんね。そうですね。それと自分を愛するのは彼女は愛していたんだと思うんですけれど、うん、自分のことは大好きだったんじゃないかと思うんですが、うん、人から愛される、愛を受け取る
ってそういうことについて、うん、多分慣れてなかったんだと思う。与えるばかりの人っていうことですね。愛というのはこっちからこっち一方に流れるんじゃなくてぐるぐる回っているんだよと。そうなんですね。そこのところ彼女が最後にレッスンをしたということになるんじゃないかと思います。なんかでも今の時代にね、なんかキュブラ・ロスさんってすごい大きなもの、美談だけじゃない、はい、まあ、これもテレビで見た芸人なんですけど、うん、非常に信仰の深い方でいらっしゃったのに、はい、最後は神様あなたはヒットラーのような人だって神様に文句言ったりしてた、うん、もうそれすごく僕感動したんですけど、はい、あんな風に自分は人間であろうとした人なんじゃないかなと思います、うん、そして聖人君主じゃなくて人間であって、うん、言っちゃいけないことなんてないと感じちゃいけないことなんてないみたいに、うん、そうやって人生を過ごした人なんだろうなと思いますし、本当に人間臭い方でしたね。可愛らしい方でした。聖人君子を作るっていうのは周りの人のエゴなのかもしれないですね。ですよね。だってエリザベスいつも言ってましたけれども、こうじゃいけないとか、うん、ではならないなんてことは世の中に何一つないんだと、うん、それが人を締め付けちゃう、圧迫しちゃうってそんな風におっしゃってました。はい、ビデオにもね、はい、今の思いとそれから今やってる活動のことをちょっと喋ってください。はい、はい、去年の3月にキュブラ・ロスの会という NPO 法人を立ち上げまして、うん、これは苦しみや悲しみ、怒り、誰にも言えないような感情を持った方たちが集まる合宿、ワークショップが一番の主軸の活動となっております、うん、でその活動を通じて参加した方々がフレンズと呼ばれますけれども、その方たちがまたどなたかの役に立つためになっていくっていうことで、少しずつ活動の輪が広がっていけば私たちは幸せだなと思ってスタッフ一同やっておりますので、よろしくお願いいたします。これはインターネットでね、はい、ラジオじゃないんで言いたいことが結構広がるんです、実は実際は、はい、キューブラ・ロスさんは、はい、死後の世界を信じていらっしゃる方でそうですね、いらっしゃいましたよね、はい、ということはこのメッセージも聞いてくれるかもわからないんで、聞いてるかもしれないですね。彼女にメッセージお願いします。はい、そうですね、あなたのおかげで私はこんな風に元気になりましたし、その意思を引き継いでスタッフみんながまたいろいろな困っている方たちをなんとかサポートできるような体制にもなってきましたので、本当にこれからもずっと見守っていてほしいなと思っています。今ここにいらっしゃるような感じがしますね。はい、感じがします。はい、じゃあ外にいらっしゃるように思います。今後もこのキューブラ・ロスさんのね、はい、広げるこのメッセージを広げる活動、はい、頑張ってください。お願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。 I think you will understand tomorrow I will miss youAll my loving to you, send all my loving to you. Heart, heart, gift for 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 you. My everything, oh my love, I will send to you.Send to you.